8月11日から26日までアクトシティ浜松展示イベントホールで、期間限定イベント夏休み地球水族館、日本最大級の移動水族館が開催されました。会場は全体を地球に見立て、さまざまな生き物の生息環境を再現。およそ50個の水槽とプールには1500匹以上の生き物たちが大集合しました。子どもたちの注目の的だったのは、カワウソやカクレクマノミ、チンアナゴなど可愛らしい姿が人気の生き物たち。その他、世界の海からはカブトガニ、ウミガメ、ウツボやサンゴ礁などの珍しい生き物が集められました。また見るだけではなく、触って感じる空間をテーマに、大きなゾウガメとの触れ合いや、ウニやヒトデに触ることができるタッチングプールコーナーもあり、子どもたちは大興奮。むにゃむにゃしてて面白かった。星がチクチクしてて面白かった。ナマコ楽しかったです。さらにはサメタッチングもあり、子どもたちはもちろん、訪れた人たちにとって貴重な機会となりました。ザラザラしていました。なんかザラザラしてて、前にもなんか触ったことがあるんですけど、その時とはなんかちょっと違って、前よりもっと大きかったので、なんかちょっと触るのに怖かったです。新しい発見と感動がいっぱいの夏休み地球水族館、連日子どもたちの歓声に包まれました。